みんな元気、みさきだよ。ひなさるチャンネル。みなさん、お元気ですか？私は風邪をひきました。今日は年越しなんだ。11月31日、今は時間は10時半ということでね、2019年の締めくくり、メスカルクイッとね、ちょっと行ってクイックイッと行って、はい、幼虫もあっと食べて、あ、行きます。はい、今日はね、ちょっとあのマジほぼ今日寝込んでたんです。実は31日の朝、はい、何時、朝ね、ご飯を食べて、はい、その後ね、3時ぐらいまであのもうずっと寝てましたね。もうダメだったんだけど、だからもうほんと健康第一ということで、みんなは風邪には気をつけようね。でね、今からね、あのメキシコ、あ、ここのホステルで出会った、ちょっと日本人のお姉さんと一緒にベロンベロンにはならないように、ね、気をつけて、年越したいと思います。いや、もういいよ、今日がチャンスだから。今日しかないからね、ベロンベロンなの。風邪ひいてるからちょっと控えたいんですけど、まあ、しっかり2019年を締めくくって2020年も元気に健やかに成長したいと思います。よろしくよろしくお願いいたします。危ない、今名字を言うところだった。はい、みさき、みさきでございます。ひらそるみさきでございます。どうぞよろしくお願いします。一票、誰に言ってんの、よろしくお願いします。私に一票よろしくお願いします。すみません、行きます。そこにいていいよ。じゃあちょっと行ってきますので、ね、さよなら。はーい。年越しですけど、ツリーがあります。イエーイ。はい。じゃあ待ち合わせ場所に行きましょう。めっちゃ鳴る。ほら鳴ってる。イエーイ、メキシコで迎えたぜ。フェリーアニョンヌエボWhat?